の入り口付近の建築をやってますが、ピラミッド状のやつを作り、そこからインスピレーションを得て、変化させていくと。で、最終的にどうなるかは自分でも分かりませんよと。3、4、5、6、7、8、9、10。とりあえず10マス分伸ばしていってみてる。なんとなく。どうなるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これもつなごうかな。柱がもうないよ。そろそろ足場も立てんとな。階段ブロックの上で直で足場立たないんだっけ？ここ行けばいいか。向こう側に落ちれない。足場を使えよって話か。ここにちょうどいいな。このちょっと入り組ませたいね。この中央も通しちゃおうかな。中央通してみようかな、ここ。中央、ここ柱ぶち抜くか。ぶち抜いたるか、ここ。で、こっから10。で、こういう感じでつけて、そこがんか。でも柱足りねえな。こんな使い方すると。最終的に柱のままにするかわかんないけど。何？なんか目があったような音がしたけど。びっくりした。
大丈夫な。エリトラも地味に消耗して今日も。湧きそうだから一応と仮でこれを入れとこう。でこれで中央貫いてる感じ。演出しまして、どんな感じよ。あ、入り組んできたね。入り組んできたね。いい感じに。いい感じに入り組んできたね。なんかやっぱパッと見これドーナットみたいなのがいいね。そうしたいね。柱にしちゃう。入り組んできましたな。入り組んできたぞ。で、こっちか。よし。こっからじゃな、こっからどうしようかな。なんか外が騒がしいんだけど、これパトカーかな。で、ここのところを横向きに、パトカー、救急車でもさすがにわかるか。パトカーなんか消防車なんか未だになんかよくわからんのよな。似てる、似てないはずではあるんだけど、似てるように感じてしまう。切り替えて、ここも切り替えてみようかな。この素材を変えることによってちょっと一体感を持たせるというかね、これが一部であるということを、一部である、ある感を出したい。
なんか宗教施設みたいになってきた。こうなってくるとこの1段目もなんだよな。足りないかな。すごいことになってきた。すごいことになってきたよ。なんかすごいことになってきたよ。一気に雲行きが怪しくなってきたぞ。間違えた。雲行きが怪しいの。荘厳な感じが出てきた。ああ、面白いです。雲行きが怪しくなってきた。もう俺は流れに身を任せるしかないかな。あ、俺がやっているようで半分俺がやってないような感じだから。こればっかりは流れみたいなあるよね。でもこここうやったならまあそこそうするしかないかみたいな流れみたいなあるから、アイドルどうしようかな。あ、もうダメ。確かになんかあるよね。わかるだろう。なんか基本的にやっぱこの規則性の塊でしかないから、こうなったらそこもそうで、どこまでやるかなんよ。要は自分が操縦できるのは。間違えた。どこまでやるかでしかないんやな。ちょっとずつ馴染んではきたか。ちょっと馴染んできたな。もうちょっとだけ馴染ませたいな。なんかこのピラミッド、謎の構造物が侵食していってる感があるわ。ああ、どうかな。あいそこなんか入れるか悩ましいな。なんかこういうマンションの外壁、こういう外壁のマンションあるわ。なんかちょっとマンションっぽい。どうしようかな。うわ、中ももうだいぶ侵食されてきおる。上はもうちょっといじりたいんですが、一体感ないよね。あとはもうちょっとだけ一体感欲しいな。横軸
あ、ここにこうやるか。こうやるか。高さ、ここまでかな。もう一マスだったか。先に横出したらいいのか。7マスか。で、ここもか。これでより入り組むでしょう。何個あっても足りんな。でもまあ ちょっとやりすぎ感が出てきたな やりすぎ感は出てきておりますけれども、ここの真上を一周ぐるっとやろうかな。やりすぎ感は否めませんが、この下の方がでもちょっとピラミッド感強すぎるんだよな。上ちょっと入り組み感が強すぎるかな。まあそこはまた微調整するなり。で、横、でもこうなってくると、もうここやらざるを得んのよな。この高さで。で、一周やって、で、やらざるを得ませんが、不思議な形だな。こっちとはまた趣が違う。あ、振り切っちゃった方がいいよな、でも。何にしても。あと、ピラミッド感は別に、この上になんかこう、違う形で付け足してもいいしな。逆ピラミッドみたいなするとかなんか。帳尻合わせよ。あとあとな。こんなにこのプルプアの柱こんなに使ったことないわ。これはまたエンドシティを新たに解体せんといけんな。
12時半か。マジですか、ちょっと。プルプアの柱が、こんなに使うことになるとは思わなかったな。まあ、また削ったりするかもしれないけど、あとあと。ちょっと弱いな。上のイン下の方ちょっとバランス取れんとなかなか上の調整入れんな。やっぱここだけ空いてるとやっぱこれはこれで違和感だね。ちょっと赤い切り替えるか。すごいなんか瞑想して今日だけど、これをどう帳尻合わせるかだね。